楽天石井監督、打率は平均に収まる。すなわち、最下位の楽天はここから上がる。お笑いコンビトンネルズの石橋貴明が23日更新の YouTube タカチャンネルズで、親交のある楽天石井一久監督と緊急対談した。チーム打率がリーグ最下位に低迷するが、石井監督は、平均はいずれ範囲に収まる。今いい人は多分落ちる。悪い人は上がってくる。その平均値でうちは下にいるんで、上がる要素は十分にあると言い切った。まるでパチンコみたいな話やな。ラミレスも似たようなこと言ってたな。はい、賢い。ファンと同じこと言ってて草。収束するからいずれ勝てるって話だろうけど野球ってそういうものだっけ？パチンカスかな？それで収束して3位4位になっても B クラスなんやけどそれで満足なの？打率の平均は結果論だから別に収束しないんだよな。多分誰かに吹き込まれたんやろけど、バビップのこと勘違いして覚えてる典型ちゃうかこれ。チームバビップ。中日割と上で草。こんなん中日で笑わせようとしてるやん。中日が3位の時点で欠陥しようだろ。確率は収束する、ただし1年以内とは限らんで。博打に負けた奴がよく言う奴やん。圧倒的1位から5割まで収束した昨年の体験談やぞ。